はい、どうも皆さん、こんにちは。カンタです。今日は今週の無課金派オーダーの紹介をやっていき、12日から18日までのやるべきこと、イベントガチ予想をやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速今週の無課金派オーダーのコーナーから入っていきます。まずはオーダーを見せします。投資がこんな感じで、ヤシがこんな感じです。先週からの変更点はありません。3週連続入れ替えなしとなりました。そしてチームスピリッツコンボの方を見ていきましょう。チームスピリッツ117,720、最大コンボ上昇量9324となっています。そして能力チャートの方がご覧の通りです。続いて覇王の順位推移はこちらとなります。今週も週の頭から基本的には3桁の安定した順位推移になりました。再びオーダー強化予定ができたので、しばらくは大丈夫でしょう。続いて試練アイテムの状況としてはこちらになります。プロスピ妖怪道の余った期間を試練に回していたため、試練アイテムの貯金が若干増加しています。試練チケットは増えてきましたが、まだ不足気味のため大解放はなしで行っている形です。 S ランク限界突破コーチの枚数はセレクションを引いたため35枚となっています。そして将来のオーダーとしてはこちらになります。小林選手と福留選手、中村選手と坂倉選手、外選手と殿崎選手を入れ替え、森選手を継承し、スピリッツ600アップとなる予定です。福留選手が3回、森選手が7回称号チャレンジができるので、どちらかでミパ同値を決める前提での入れ替えになります。二遊間が総力型になっているため、そこの補強が完了次第パワー型の筒香選手を投入予定です。今週の無課金派オーダーの紹介は以上となります。続いて12日から18日までのやるべきこと、イベントガチ予想の方に入っていきます。まずは12日月曜日の12時から13日火曜日の12時までにやるべきこと、活躍選手予想の投資変更可能期間となりますので、忘れずに変更を行いましょう。ここで変えた投手は火曜日の試合から反映され、月曜日の試合には最初に登録した投手が反映されます。2週目はセリーグ5試合、パリーグ6試合になってきますので、その辺を頭に入れて予想をしていきましょう。続いて12日月曜日から16日金曜日のイベント更新前にやるべきこと、チャレンジカップをこなしましょう。今来ているイベントエージェントエースはスタミナを使わないイベントとなっているため、チャレンジカップをやるタイミングがあると思います。次のイベントはおそらくスタミナを使うため、できるだけイベント更新前に自然回復分のスタミナでこなしていきましょう。ちなみに次はコスト430カップとなっています。続いて14日水曜日、15日木曜日に頑張ること、リアルタイム対戦のイベント求心祭の最終日となりますので、ラストスパートを頑張りましょう。最終日の結果は順位に大きく影響してくるので、かなり大事になってきます。ちなみに自分は野球盤で累計回収を行う予定です。続いて16日金曜日のイベント予想、この日はまだ来ていない覚醒かタイムスリップ第5弾の2択になります。23日からのイベントがドリームキャラバンで確定しており、そこに絡むイメージがつくのはタイムスリップのため、今週は覚醒と予想しています。ただどちらが来てもおかしくありません。ここで直近できていない覚醒系イベント本イベントを見てみます。まとめると、4月4日から対決カーニバル、6月6日からプロスピタワー、10月16日からピースを狙え、12月22日から俺の球場飯、1月26日からスカウティング9、5月2日からサクッと育成ストリートとなっています。予想としては本命が対決カーニバル、対抗がプロスピタワーとさせていただきます。大穴でアニバーサリー総選挙を開催し、タイムスリップ第5弾の可能性もあるでしょう。続いて16日金曜日のガチ予想、イベント予想の部分で触れた通り、この日は覚醒かタイムスリップ第5弾の2択になります。もし覚醒が来た場合はポジション追加のガチャが来るでしょう。昨年よりも先発がまだ1人少ないということで、グレードアップスカウトで先発追加と予想します。昨年よりも中継ぎが1人多く追加されているため、先発野手の同時追加もあるかもしれません。12日から18日までのやるべきこと、イベントガチ予想は以上となります。1週間の予定は把握できたでしょうか。今週は覚醒かタイムスリップで、23日までの7日間更新になるということで、かなり絞りやすい更新になると思います。どんなイベントが来るのか楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、今週の更新が楽しみな方、ぜひ高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。
続いて今後の主な日程に関してです。今現在確定している日程予想を合わせたものとしてはテロップの通りとなっています。動画内でも触れた通り8月16日から覚醒かタイムスリップ第5弾が予想され、23日からパワプロコラボのドリームキャラバンが確定しています。ドリームキャラバンには今週来なかった方を絡ませてくるでしょう。そして8月下旬にはゲームバランスの調整が確定しており、30日にシリーズ2が登場、同時にワールドスター第1弾が登場する予定です。スピリーグ予選は9月8日の日曜日からで確定しており、リアタイ勢は勝負の期間になるでしょう。続いて活躍選手予想1周目の投手の正解を振り返っていきましょう。まだ2日残しているため状況はかなり変わりますが、現時点での正解はテロップの通りです。先発勢は無難にモイネロ選手、高橋選手が活躍しました。その他はカープキラーの大竹選手に投げ勝った森下選手が完投、大瀬良選手と投げ合った戸郷選手が完封と難易度が高かった印象です。また有原選手はマイナス炎上となり、そこを避けられたかもポイントになったと思います。逆に中継ぎ抑えは日程的にはかなり有利でしたが、試合展開に恵まれない日が多く、試合数のアドバンテージはすでになくなったと言えるでしょう。皆さんの1周目の投手選びの反省、逆にうまくいった部分があればぜひコメント欄の方で教えてください。続いて日付変わって撮影している11日9時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進め、オーダー構成ボーナスは12球団で進めている。自分の進捗状況としてはご覧の通りとなっています。合計オーダーポイント報酬は回収が完了し、累計チケット報酬は415枚という状況です。序盤の進みが遅いイベントのため、もう少しペースは上がるでしょう。引き続き毎回の動画でイベント進捗状況は紹介していきますので、進みの目安としたい方は参考にしてください。続いて契約書の溜まり具合に関してです。シリーズ2へ向けて契約書を溜め始めており、 S ランクが出る確率のある契約書は S ランク契約書、 S ランク 30% 契約書2枚、 S ランク 10% 契約書、ゴールド契約書21枚が溜まっています。毎週やるべきこと動画内で契約書の溜まり具合は紹介予定です。皆さんの溜まり具合も良ければコメント欄の方で教えてください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただきますが、活躍選手予想投手作戦会議の生放送を行う予定です。今回は月曜日にも試合があり、答え合わせの生放送も同時に行う予定なので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。